はい、皆さんこんにちは、勝井さんの佐藤です。ナスレです。今日はですね、前回大助、マスノスケですねを熟成ですね、レオン熟成、はい、やりまして1週間経ちました。いざ出来栄えを公開するということで、はい、今日は稲船さんにバッチリ頑張ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではレッツクッキング。はい、それでは1週間経った大助、熟成した大助をちょっと開けて試食してみます。真空かけたやつだ、はい、開けます。なんか氷足しながらとかって言ってたよね。そうですね、低温熟成なんでゆっくり1週間かけて、はい、油をこう、油の少ない方にこう移していくという感覚で、うんうん、ちょっと要は言い方悪くしたら腐る手前というか、ああそうか、だからよくマグロで やってる人は、はい、こう表面の色の変わったところをこう、はい、落としてって、はいはい、その色がいいところだけ使う、黒くなりかけてるところを取ってってみたいなことか、ね、はい、なるほど。ちょっと切ってみますね。これ今日はお寿司に、お寿司にします。お寿司、なるほど、はい、こっちが腹側なんでしたっけ。腹側はこっちです。こっち側からこっちに、背側に油が回っていくと。そうです。お腹の方も落としてみますね。はい、これ分かりやすい。わ、すごい。これ分かりやすいですね。テカリが。そうです。で、この油がこう移ってこっちもちょっとテカってる。はい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 。それがもう映ったら本来は背側にこんなに油はない。ないですね。熟成しない状態。うわ、すごい。これはすごいですね。ああ。うわー、すごい。これは。ああ、なるほど。これを。じゃあ、握っていこうと思います。今切ったので、こっちが背の部分、こっちがお腹の部分。で、それだけ油がこう回ってるか、ちょっと握って食べてみようと思います。まず背の方から握ります。お腹いきます。いや、綺麗な色してるわ。これは多分いやちゃんと回ってますね。これ油が回ってる、はい、甘みも多分出てると思う。いや、美味しそうですね。やばいっすね、これ。やばいっすね、これは。はい、できました。はい、これから実食していきます。はい、それでは握り終わりましたので、こちらの方を実食していきたいと思います。こちらを買ってきていただいた前田くん。佐藤です。前田さん、おはようございます。下こしらえ、ありがとうございます。とんでもないです。
っと自粛してもらおうと思って。この間途中で帰ってすいません。なんかすごいいいの買ってきたみたいですね、まやさん。ちょっといいとこ取りになっちゃうんですけど、買ってきて、はい、騒いでもらって食べると。そうですね、下ごしらえまでしてもらったんですけど、ちょっといただきたいと思います、はい、熟成させておいたんで。すいません、はい、食べてください。じゃあちょっといただきます。お腹のところをいただきたいと思います。いやすごい。油も回って、旨味も凝縮して素晴らしいですね。美味しいです。あ、皆さんも、あ、はい、いただきたいと思います。いただきます。はい、僕もお腹の方からいきます。すごい油ですね。溶けました。口の中で、口の中で溶けました。いなくなっちゃった。いなくなりましたね。マグロで言ったら冒頭です。ああ、皆さんでもやっぱり、はい、食レポといえば、はい、佐藤さんですよね。そうですね。はい、どうも佐藤さん。はい、そうですね、これが食レポだっていうところを見せていただければ頑張ります。いいかなと。それでは、はい、まあ、まずね、もうこの前田くんが衝動買いで買った、大助益之助ですね。大助、まずこんな魚体がそもそもめったに上がらないから、うん、市場にね、あること自体も珍しいですし、まあ、これを買えたっていう、まあ、奇跡のような。 8.2 キロでしたね。ねえ、ほんとね。それだけでも生で食べても十分うまい、うん、お魚をこれだけ1週間熟成するっていう、職人技を使って ね、っていうこの集大成をちょっといただいてみたいと思います。もうね、先ほど2人とも美味しいって言ってたんですけどね。食レポできるかな。あ、でもこれ本当にね、すごい油、これ見える？これすごいっすね、油ね。やっぱり熟成してる、まあ、ちょんとつけただけだね。あら、決してサラダ油は入れてません。あそれではいただきます。うん、あのね、僕生の時にも食べたんですけど、生の時に食べた時よりも蜜がすごく柔らかくて、うん、やっぱりね、熟成されたっていうのがすごく舌触り、歯触りでは、まずそこがまず第一のポイントですね。うん、で、二つ目に、油がなんか丸いです、表現として。で、三つ目に挙げると、生の時よりも、生の時はね、若干ね、やっぱりこの、マスの香り、魚のね、マスの香りがあったんですけど、それまでもうちょっと消えてる。うん、いわゆる本当になんかトロと言われれば、目つぶって食べたらトロだねっていう感じなぐらい美味しいです、うん、なるほど、はい、僕もね、ここまで熟成したこさせたことはなかったので、稲船さんの腕ですね。腕がありがとうございます。初めてまともに食レポしましたね、さすが。すいません。最高、やるときはやるんです。最高って言ってくれるの待ってたんですけどね、ちょっと、最高。なるほど、はい、最高のお寿司ですね。そうですね、ありがとうございます。これをなくなるまで、なくなるまで、はい、早い、早いもん勝ち状態。もう早いもん勝ちですね。そうですね、なくなるまで、あと半身ぐらいしかない、あと半身ぐらいしかない、はい、なるほど。生もね、もうそこなくなっちゃったからね。そうです、うん、もうほんと早いもん勝ちです、うん、はい。で、僕たち散々今こう、まあ、感想を語ったんですけど、うん、やっぱね、僕らはやっぱり経験のある中の人間なので、ここでちょっと素人の意見といいますか、こう一般ユーザーさん、お客様の意見ということで、カメラマンさんにも食レポをお願いしたいと思います。すいません、こんな美味しいのいただいちゃいます。ぜひお願いします。いいよ、いただきます。食レポといえばカメラマンね、これ楽しみですね。あ、いいうなりですけど、これ本当に冗談抜きで、ええ、もうダントツ人生食べたサーモンで一番うまいですね、これは。ね、間違いないよね、うん、本当に、びっくりした。このイネちゃんが溶けるって言ったのが分かりますね、うん、よかったです。いなくなりますね、本当に、うんうん、これはすごいわ。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございます。なくなるまでの提供なんですけど、うん、稲船さん、これ一皿いくらで490円で、どうでしょうか。何貫でしょう。
2貫で。2貫で。安いわ。さすがに安くないですか。安いですね。これだけ手間暇かけて。でもやっぱりそこはやっぱり稲船さんの皆さんに食べてもらいたい、はい。食べていただきたいんで。これは一回食べてみた方がいいですよね。いや本当にぜひ皆さん今しかない食べるなら今でしょ。すいません。あれ？すいません拾えなくてごめんなさい。というわけでもはい。というわけで早物勝ち。はい。そうですね。皆さんに楽しんでいただければと。はい。このように思っております。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで今回はですね、大助マスノスケの熟成バージョンということで稲船さんの大活躍でございます。いや本当にあんなしっとりとしたね身になると思ってなかった。ね。いや本当に感謝の気持ちの思いよ。前田君の衝動買い本当な怒られちゃうから。衝動買いね。グッジョブですね。ね、本当にいい仕事しましたよ。本当におかげでございます。今回ね、僕は何もせず、食べるだけ。だから最高だけではなく、ちょっと真面目な語りも入れましたけど。びっくりしましたね。ちょっと、はい、やるときはやるんです。やるときはやるんですね。はい、ということで今回は大助マスノスケの熟成バージョンをお届けします。この動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンの方。よろしくお願いします。僕たちの、今日いけるね。僕たちの励みになりますんで。久しぶりのやつ。では皆さん、またバイバイ。バイバイ。またねー。